クリップ漁師漁産地周辺の地形図漁師漁産地は、岐阜県、富山県、石川県及び福井県にまたがる産域。かの越産地とも称する。白山が、主峰の海越産地と、農厚白山を主峰とする、小シ産地に分かれる。漁師漁とは、それぞれの産地を代表する二つの白山を示した、ものである。白山周辺の海越産地の主要な山は、 白山国立公園に指定されている。くずり川が、両山地の境界である。両白山地の白山は2000メートル峰としては、最西端にある。そのため、高山植物の生息地は両白山地が西源となる、ものが多い。白神山地に次ぐ規模のブナ原生林が見られ、特に、チブリオネや仙城平らは、ブナの大木が多く自生する。北部の蚊が、越前。 富山県及び岐阜県にまたがる産地。加賀越前産地、白山産地とも称する。旧が竹が岐阜、富山、石川の三県境。三の峰が岐阜、石川、福井の三県境になっている。両城産地の最高峰は白山。両城産地の主峰、白山以下の源流の河川は、長良川が伊勢湾へ、それ以外は日本海へ流れる。越前、 ミノにまたがる産地。ミノ越前産地、農越産地とも称する。最西端で、イブキ産地と接する。コシビ産地の最高峰は農業白山。以下の源流の河川は、日本海及び、伊勢湾にへ流れる。ありがとうございます。